おい人形、仕事だ働けよ。戦闘行動を開始しますと伊坂は宣言します。なんで私に盾つく。我が前に立つ意味わかる。戦闘を祈ります。フライヤー隊行くよ。倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。少しは優しく。だから優しく殺してるじゃん。ちょっと寄り道したら向こうのトップクラスも話にならないわね。もっと強い子いないのかしら。いたいた、ようやく。何かの仇とかじゃねえの。途中でぶっ殺しまくったせいで誰のことだ。あんたたちにあいつがやられたっていうの。ターゲットを確認。オリジナル。お姉様がいっぱい。でも喜んでいる状況ではなさそうです。操られてる。ちょっとそこのおっさんと隠した。なんでもいいよ、どうでもいいよ、そういうの。ひとまずぶちのめそうぜ。俺のゼロ次元に使えそうなら回収するし、使えねえならてめえのおもちゃで。なんでゼロ次元にそこまでこだわるわけ。そんなもんじゃねえよ、もっと植物的だよ。ゼロ次元とは何かが分かりゃてめえか。第三位。あなたは。さーて、逃がさないわよ第三位。剣を祈ります。そんなもんで倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。
ターゲットは戦闘不能です。と、美坂は状況を報告します。なんだよなんだよ、やっぱ空間移動系でも使い物にはならねえか。まあ11次元を利用してるんじゃ方式的には正反対だしな。ってこと、てめえのおもちゃ。隠したの？ターゲットはすでに戦闘不能です。と報告します。おい、その辺。で、ゼロ次元の。あくまで予想だがな。ゼロ次元ってな、ゼロ次元と三次元は対応しているが、ゼロ次元はその一点さえ手元にあれば。つまりワープやテレポートのための中継ポイントみてえ。テレポートなんざ珍しくもないでしょう。レベル5に。そうだ、11次元方式じゃ銀河の果てまで飛べる能力者なんざ見たこともねえしな。欲しいもの、好きなものは銀河の果てから手元へかき集める。いらないものを、嫌いなものは全部まとめて銀河の果てまで吹っ飛ばす。いつでも自由に、どこでも好きなだけ。シンプルだろう。すんげえシンプルすぎるって。お前き、おめえもいんのかよ、アクセラレーター。めんどくせえな。そんなわけでさ、ザク、あー、吠えてろ第一、すぐに引きずり下ろしてやるわよ。健闘を祈ります。ほら、強く、そのままで行くね。そんなもんで倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと美坂はすかさずねぎらいを口にします。虫までのは本命がダメだった時のための。結局こいつらは保険に。で、結局指示通り麦のしずりを包囲しましたと美坂は報告します。別に何も嘘はついちゃいないぜ。
最初に俺に協力すりゃてめえより上位のレベル5を抹殺できるチャンスに恵まれるって。今度はこっちのお願いを聞いてもらう番だ。そんなわけで私のメルトダウナーは電子を粒子と波形のどちらにも変えず曖昧な形のまま高速で射出する能力。ミクロのレベルであらゆる物体をつなぎ止める電子を量子論を無視して強引。てめえの言う通り、ある意味では麦のしずりは未作一次元の点をぶち壊すにゃおあつらえ向きだよな。出ろよ化け物、こいつを能力だけのマリオネットにしちまえ。私に立てつくのかな。戦いたくなんてないけど。これがゼロ次元の極点。まあこれは後でゆっくり解析するとして。いやー、満たされすぎているのもつまらないな。学園都市のオエラ型もすっかりビビって動かなくなったし。なんだよ、もう色あせてんじゃんこの世界。それじゃあ一丁派手にぶち壊してみますか。いい加減に考えは固まったかな。まだ分かっていないようなら一度状況を整理してみるといい。だってほら、いろいろとおかしいだろ。君はなぜ複数の人物の複数の物語を当事者の目線で感じることができるのか。二人で一緒に戦うという状況下で二人とも均等に感情移入できるのか。そこには理屈がある。わかったかな、それともわからないかな。どっちでもいい。ほら、次の物語が始まるよ。